アーケード版、クレイジータクシーのアップライト筐体、クレイジータクシーは、1999年に、セガ第5前3次研究開発部が開発、発売した、ドライビングゲームである。通称は、クレタク。アーケードゲームとしてリリースされ、後にコンシューマーゲームに移植、シリーズ化した。主なラインナップは、以下の通り。プレイヤーは、タクシードライバーとなり、 フィールド上でタクシーを呼んでいる客を乗せ、時間内に目的地へ到着させることが目的のゲーム。目的地に1秒でも早く到着するために、普通の自動車運転ではありえない、海の中など道なき道を進んだり、公園や広場、さらには鉄道の線路上や地下鉄の駅構内、トンネル内を突っ走ってもよい。さらには普通の自動車運転では許されないが、 無謀な暴走や、無関係な一般車両を弾き飛べすなどの接触事故や、ひき逃げ未遂、道路の逆走や物損事故なども許される。また、客も、道端だけではなく、海の中や建物の2階にあるテラスなどでも待っている。基本的には、目的地に早く着けば着くほど、高ポイント。しかし、規定の時間を過ぎてしまうと乗客は起こり、 走行中のタクシーから飛び降りてしまう。タクシーはすべてオープンカーで、黄色にチェッカーの塗装をした1950年から70年代のアメリカ車を愛車としている。舞台はすべてアメリカ合衆国内の架空の街。だが、ゲーム中には実在の企業店舗も描かれている。BGM として、オフスプリングやバッドレリジョンなど、 パンクロックの曲が採用されている。コンシューマー版ではタクシーを利用したミニゲームが用意されており、より遠くにジャンプするクレイジージャンプなどが存在した。クレイジータクシーはセガ職業ゲームシリーズの一作として1999年2月にアーケードゲームでリリースした。AM3 件でナオミ基板を初採用したタイトルである。アーケードのレースゲームは 一般的に自動車の運転席を模したコックピット筐体でシートに着席してプレイするものが多いが本作は座席がない汎用のアップライト型に準じた筐体のみで汎用筐体のボタン部にハンドルとレバー足元にペダルが取り付けられスタンディングでプレイするスタイルとなっているさらに通常のレースゲームでは不可欠なドライバーの視点はなく自社を 後方から見た視点のみで固定され視点の切り替えはできなくなっている。2000年1月にドリームキャスト移植版が発売され、さらにドリームキャスト版をもとに、プレイステーションに任天堂ゲームキューブマイクロソフト、Windows に移植された。その後2010年11月に、セガドリームキャスト復刻プロジェクトの一タイトルとして、プレイステーション3のプレイステーションネットワークと、 Xbox 360の Xbox Live アーケードで配信開始した。新たに HD の高解像度と16、9のワイドサイズへの対応、カスタムサウンドトラック機能、トロフィー、実績、ホームリワード、アバターアイテムなどの要素が追加されている。2012年11月30日に日本においても iOS 版がリリースされた。 アーケード版、コンシューマー版ともに選べるキャラクターは4人。いずれの作品も、キャラによって、車の加速性や重量等のわずかな性能差が存在する。また、アクセルを除く3人及び乗客たちは、2にて、声優の変更が行われ、1も PS2 版以降の移植版では、2のボイスが使用されている。Windows 版。 PS3 版 Xbox 360版 PSP 版ではライセンスの関係で BGM が一新されている。Xbox 360版 PSP 版ではカスタムサウンドトラック機能でオリジナル版の BGM を再現可能。PS3 版 Xbox 360版 PSP 版 iOS 版はライセンスの関係でこれらの名称が別のものに。 差し替えられている。クレイジータクシーには、クレイジータクシーシリーズの2作目である。アーケード出身の前作とは異なり、ドリームキャストオリジナルのタイトル。クレイジーホップというジャンプ機能が搭載されたため、障害物や段差のある場所を飛び越したりといった戦略を取ることができる。また、団体客が追加され、多くの客を一人ずつ目的地に降ろしていく。 ソフトにはネットワーク機能がついており、ドリームパスポートの一部機能が制限されたバージョンが同梱されている。以前は公式サイトでダウンロードコンテンツが無料配布されており、アラウンドアップルとスモールアップルのアナザーデーをメモリーカードに保存することで客の配置が異なるマップで遊ぶことができた。また、リプレイのアップロードやダウンロードも可能だった。 これらのサービスは2003年9月30日をもって終了されている。PSP 版ではライセンスの関係で BGM が一新されているがカスタムサウンドトラック機能でオリジナル版の BGM を再現可能。PSP 版ではライセンスの関係でこれらの名称が別のものに差し替えられている。コンピュータゲームレビューアグリゲータメトクリティックでは 好評の判定を受けた。DC 版は、ファミツー DC クロスレビューで8、8、9の25点。レビュアーは、家庭用に長く遊べて、上達を感じられる。爽快感は、前作以上、ホッピングが楽しい、クレイジーピラミッドがバカバカしくて面白い。リプレイモードは、地味に嬉しいサービスとしたほか、マップについて、 複雑でいいとしたものとニューヨークを舞台にしているため仕方ないが目印が少なく平坦としたもので分かれたクレイジータクシーサンハイローラーはクレイジータクシーシリーズの3作目である2002年7月に XBOX 用として発売された2003年3月には本作をベースとしたアーケード版クレイジータクシーハイローラーが Xbox5 換の地尋基板でリリースされ、2004年2月には Microsoft Windows にも移植された。全2作に比べ、各種エフェクトが大幅に強化された。システムとしては、クレイジーホップ中にダッシュが可能になり、さらに戦略のある走りが可能になった。またコマンドが簡略化され、 コマンド入力の受付も緩くなり、客の乗り降りも素早くなって前作までの不満点はほぼ解消された。クレイジータクシーハイローラーでは、シングル客しか登場しない、シングルモード、ネームエントリーおよびランキングが追加されている。今作は、コースによって選択可能なキャラクターが異なる。ウエストコーストとスモールアップルは、それぞれ1作目と2のキャラクターが選択可能。 3オリジナルコースのグリッターオアシスは次の4人。XBOX 版、アーケード版、Windows 版のすべてで、BGM が異なっている。XBOX 版では1作目および、2で登場した、実在企業店舗すべてが登場しているが、アーケード版以降はフィラ、HMV が登場せず、店舗が架空のものに差し替えられている。週刊ファミ通2018年12月6日。 5角川、2018年、45ページ。ただし、日本国外の市場においては、1、ハイローラーともに、デラックス筐体として、コックピット筐体も販売されていた。障害物との接触時の減速及び吹っ飛び率、ブレーキの効き具合、アクロ走行時に影響する。全作品で、システムボイス及びナレーションも担当している。公式サイトでは、 60年式とされているほか、ブレーキランプは三代目シレーインパラのものと思わしき、丸目三頭を装着している。クレイジータクシーをテーマとしたゲームセンター、セガアリーナソガでは、クレイジータクシーのステッカーを貼ったタクシー仕様の実写エルドラドが展示されている。クレイジータクシーをフィーチャーしたアミューズメント施設がオープン。ファミツー .com 2016年11月16日閲覧。ブレーキランプは5代目、シボレーベルエアの丸目2等を装着している。全作品で乗客役も担当している。フロントのデザインは初代シボレーのバ風、リアのデザインは1964年式のフォードサンダーバード風となっている。公式サイトでは55年式のポンコツ車とされているが、 実車の三代目マーキュリー8は1951年に生産を終了している。ただしフロントライトは六代目キャデラックシリーズ70の丸目二頭が装着されている。AB、クレイジータクシーにホードリームキャストレビューズ。メトクリティック、2014年10月12日閲覧。ニッケルズ、ショーン、クレイジータクシーにレビュー。 あるゲーム2014年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年11月16日閲覧エッジスタッフクレイジータクシーにエッジエムスタッフクレイジータクシーにエレクトロニックゲーミングマンスリー111ドリームキャストクレイジータクシーにファミ通9 1 5 4 6 a b c 新作ゲームクロスレビュー ファミツー DC40、17、クレイジータクシーに。ゲームインフォーマー、メジャーマイク、CRAZITAXI2REVIEWFORDREAMCASTONGAMEPRO.com。R A Z I T A X I、com, ゲームプロ、2005年2月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年10月13日閲覧。 G, ブライアンクレイジータクシーにレビュー。ゲームレボリューション、2014年10月13日、閲覧。ゲルストマンジェフクレイジータクシーにレビュー。ゲームスポット、2014年10月12日、閲覧。デジタルティコクレイジータクシーに、プラネタドリームキャスト、2009年1月4日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2014年10月13日閲覧。チャウ、アンソニー、クレイジータクシーに。イグノ、2014年10月12日閲覧。エルベネック、アンドリュー、クレイジータクシーにレビュー。エックスプレイ、Play、2001年8月8日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年10月13日閲覧。ソルツマン、マーク、ロードレイジルールズインレーシングゲームズ。 The Cincinnati Inc. Y. Aller オリジナルの2008年5月21日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/200805235037/http://sincinati.com/freetime/games/reviiews/07110101 ロードレージ html2014 年10月13日閲覧ポーター。 アレックス、クレイジータクシーに、マキシム、2014年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ、2014年10月13日閲覧。キーワードファイル、セガ、2016年11月16日閲覧。アクションゲーム、クレイジータクシーがハリウッドで映画化決定。エンターブレイン、2010年3月1日閲覧。ありがとうございます。